オリコンアルバムランキング28位、ブライディア。今までのさ音源とさ今回のアルバム何が違う？個人個人も成長してきたのもあって音楽の幅がすごく広がったっていうか、やってる内容が広がった。笑われてるけど。なんでなんか珍しく真面目に話を終わった。なんで真面目に話すの？このガチメタルなサウンドでレーベルと契約、初めてのアルバムをリリースできた。何気に入ってくれたのか。何ですかね、根性ですかね。結構根性あると思うんですよね。この前日、自分たちで運転し博多から18時間かけてやってきた。メタルって結構いるの？いや、あんまりないです。特に女の子だと私たち以外見たことないです。メタル人口密度が低い博多で5人が運命的に出会った。じゃあ一緒にやりたいなと思って2人で始めたのがきっかけです。この人たちと？この人たち。この人たちちょっと変わってますけど。っていうか、なんでここまで気合い入れてんの、メタルに。え、いや、もうちょっとさ、はい、もうちょっとガールズポップ寄りにちょっとやるとさ、もうちょっと売れっかなとかあるじゃん。あー、そうですね。いや、なんかこう、自分が基本的に気合が入ってるものが好きなので、気合入ってないと格好悪いかなって、やるならとことんやりたいです。気合の現れ、デスボイス。でも割とさ、デスボイスが似合うか似合わないかって言うとさ、ちょっとギャップがあるじゃん。そうですか。なんか喜んでいいのかな。ありがとう。で、博多から何、殴り込みをかけてるんだ。そうです、殴り込みを田舎者でもやれるぞと。この感じかな。美味しそうでしょ。作りました。毎回ホテルで。どうやって？え、米は持ってきました。とりあえずこれ出さない、はい、持ってきました。作業が、ね、止まっちゃって。炊飯器を。あ、噂の炊飯器カードだ。そうです、はい、節約の意味が。リハーサル、顔が険しい。違うね。ミキサーに直訴する。ギターがジャンって鳴った時におーみたいな驚きのある音が欲しいんですけど。おー、さすがみたいな。ああいう音が鳴るとなんか始まるって感じがするよね。そうでしょうね。緊張感が高まりますね。来るね。もっとピリピリしてないかな。ちょっととか言った方がいい。それちょっと違う。空気悪いだけ。いただきます。こっちの方がいいかな、このから。よーいただきます。メタルに恋した女の子たちが時を経て、今歓声を浴び東京のステージに立つ。やってていこう。いや、思いますね。やめなくてよかったですね。まあどっちかというとちょっとネクラなタイプの人間だったので、その私をここまでこう自分が引っ張っていってるんですけど、まあ引っ張ってもらってるところは多々あるので、したメンバーにはついてきてくれてるメンバーにはすごく感謝してますね。大好きです。